こいちゃん、こいちゃん、こいちゃん、もう一つ、気をつけてこい。やべ。あっちのね、クオリティ高いやつ。おぉ、あれ、あ、森全部が、え、これずっとどっかから行けると思う。あ、そこダメだわ。あ、じゃああれかな、下の方潜って根元に行くと。ああ。あ、なんか懐かしい、うん、もうなんかここは懐かしいね。3ヶ月くらい前じゃない、はあ、そういえばそうだっけ。よいしょ。おっと、なんかムービー始まんの。え、なになになに、見られてる。あ、あなたはまさか、はい、トサカじゃん。うわ、やめろお前、普通に出てこい、普通に。うわ、わらはメスの性域に勝手に入るの何やつじゃ。わしじゃよ。うん、お前確か我々に助力を言い出した人間。そうだ、ただのいい評価とか言うとな。結構話してるけどね、君。うん、以前会った時よりさらにたくましくなっておるな。うん、そしてその背負い剣、やはり正真正銘お前が女神様の選ばれし魂の持ち主であるようだ。うん、そういうことさ、はい、であれば我々が女神様より預かりし歌、勇者の歌の一節を求めてここへ参ったんだな。そういうことだ。なるほど、なるほど、面白い。が、面白いだけなら、うかつには教えられん。ほう。さえる、もう一度だけお前試させてもらうぞよ。なんだ？今ちょうど忌々しい魔物どもを一掃するため、我々の力で森全体を水につけておる。あ、そういうことなんだね。この水に浸かった森で今から我々の言うことを見事やり遂げたとき、うん、勇者の音の一節をお詫びにくれてやろう。もう、やりやすい内容で頼む。ん？何？ルミナスエメレン、エレメント。あ、フォームエメレント。あ、フォームエレメント。めっちゃ言いました。あ、拾ってこいって。どの言うがよ。え、多くない？お前にこの楽譜を与えよう。え、ちょっと待って。音玉集めてもあれ。え、これ全部？それを頼りとし、音玉を集めて集め。我々の前に並べるがよい。わかった。で、塀越えた方が負け。いくぜ。とりあえずそこにいるから。で、真ん中のところに行くから、それじゃあダッシュ。おー、あ、ダッシュすれば全部取れる。あ、巻き込むっていう感じ。なるほどね。うぃ、うわ、な、うわ、出たよ。いけ。うぃ、ジェット注目したの。わかりやすい。ごめんね。よっしゃー、なんじゃ俺の出番を取るやつないな。ダッシュ。えい、うえい。あ、これあれだわ、くるくる回れば OK のやつだ。 OK。 とりあえず空気を取って、空気を変え、順番、順番、順番、危ない、順、順、これあれ場合によってはダッシュした方がいいかもしれない。ダッシュ、もう一回ダッシュ。旋回が来た。ダッシュ。ダッシュ。えい。はい。ダッシュ。おい。完璧。フルコンプ。はい。おい。よし。あとできんの一個。お、いけた。おー、ラス1。いや、ラス1じゃないな。あれじゃない？あれ？もうラス1か。あとラス。これあれ、ラスト、あ、終わった、うん、あ、終わった、うえー、ん、う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 ん、ヒロミね、こういうのが趣味なんだ。おお、どうやら集めおったようじゃな。見事じゃ、ただの優雅。おいよ。では約束通り、お前勇者と認め、我らが知る歌の一節を授けて死んだよ。お。
勇者のため瀬戸銭入れだ。さて、この森は魔物どもがいるつかねえよ、うん、ずっとこの水面の底に沈めておこうと思ったが、うん、お前の邪魔をするわけにもいくまいて、水抜きを行い、森を元の姿に戻してやろう。もうありがとう。ではもう行くがいい。わらわもさっさと戻ろうとしよう。あの森の木は大丈夫か。さっちゃん、見て。これ大丈夫よ。ちょっとぐらい大丈夫。あ、そういう過去だと思うね。問題ない。さすがだぜ。あ、最初の頃に戻ったっていうことじゃ。よかった。なんかいつもとちょっと折り方が違くない？え、なに、なんか振動が肩が噴火しちゃった、うん、噴火やばくない？なにあの球体みたいな感じ。ゲームオーバーかな。なんかすげえハートを失った音したけど。え、捕まってんじゃん。うそ。ファイターも、あれなんで全部ゴブリンの顔になって。あ、ちょっと待って、もう一回開いて。これ絶対サムネでしょ。これ持って投げるしかできないよ。やば。え、これはまさか。プチナ。プチナね。どっかの助っ人さんじゃ。おぉ、あんちゃんも死ぬちしやつやな。今度は何してたんだ。実は龍、それって神様のことだ。そういうことじゃ。この山には神様住んどるって噂を聞いたことあるけど、うん、あんちゃんほんとそういう夢物語好きやな。まあとりあえずあんちゃんはやることやっちゃわないとね。気がつかないのかあんた、丸腰やつ。そうだよ。気絶してる間にミルク剥がされたんだよ。やばいよ。先にそっち取り戻した方がいいんじゃね。ね、とりあえずこれだけは盗み出しておいてやったけどな。グローブ、あーありがてー。これないとね。オークマグローブでだいぶ変わるよ。それじゃ俺は作業急ぐから、もう行くぜ。全部助けて。じゃあ全部助けて。じゃあこっちか。よし、よし、行こう。オッケー。あ、なんかこんなマップ初めてじゃない？あ、あるある。あったっけ？うん。うん、どんな感じ？うわー、めっちゃピーハット。すげえな。使ってくれって。やば。こんな占領されることある？向こう側からあっちに降りたいけど、向こう向いてる間にしよう。来るね。まあ多分ここまで来たら大丈夫だろう。マジ全然見ないもんね。できたらバカだね、こいつ。こんな近くに敵がいるって言われてさ、鼻に押しに。待て待て、あっちいや違う、横から行って、うん、それは回転つけた。やばー、危ないね。はい、危なかった。潜れるんだよ。うえ、おっと、ね、左から曲がる。左戻って、切り返して。オッケーオッケーかな。よっしゃ、さあ行くべーさ。で、どこに出てんだろこれ。うえ、出てきた。あれ、これダメだ。あ、やばい、あそこから降りて、あそこ潜るしかないよ。潜るか。あ、潜ったらそっちから出て登って、ちゃんと道順を教えてくれる。クロショットじゃない、近くにあったやつ。うん、いいよ。あ、飛距離、あ、バレるよ。バレちゃうよ。いいよ、いいよ。俺は平行、これ、あ、いるな。あ、バレるよ。はい、無駄な戦いをしないのか。お、俺たちのもっとあ、で、ちゃんと向こうになんか、こっち来いよって感じの、ね、道順作ってくれて。あ、魔法の壺や。あ、これか。この汚れ、頑固汚れを。すげえな。これ、家電にできたら強くない？で、どこ行くの？あ、で、そっちを通ってこ、ああ、もう、道順優しい。うん、あ、で、あれがクロショットだな。おう。どこまで行くんだ、これ。そのままいけ。いけた、いけた、いけた。
ンまで、いや、マジックまで来ないじゃん。いいよし、行けた。すぐ。ホギー、はい、よっしゃー。ホギー、待って。はい、逃げる、逃げる、逃げる。よし。はい。逃げる、はいはい、逃げるな、勝ち。無駄な摂取は好まないんだよ。うん、それが我々。聖者リンクだから。じゃあ今までの無駄だったんだけど、え、無駄じゃない、あ、無駄じゃなかったね、必要不可欠。それで大概は取り戻っちゃう。えー、あ、いけるんですね。えー、移動楽になったね。とりあえずやってるんだね。で、あ、いいね。あ、すか、これだ。全任せじゃね。というか、クローショットで小遣い出てるのにあいつ気づきもしねえな。いいべーきょっぺーきさて、ここはどうかな。どうなってる。あ、いるね。あそこから行って、ダメだ。ああ、無知がある。あれだ、そこに。あ、近づくとあの心臓の鼓動が高鳴るんだ。この爆弾は何、何を見ろ。あれは、あ、そうか。いや、その近い方、近い。はい、下がって。あ、しかもマグマいました。やばい、感動の再会だよ。無知無知。何気にこれで戦えるよね。いや、あいつだ。うん、あいつらくるくる回すんだよ。いや、それあのあゾンビだっけ。あ、マジか。おい、総流1くらいしかできない。あ、それ強いけどね。もう倒せんじゃん。おいおいおい、来た。いける、よし。おお、いけた。じゃあこれやった。あ、はい、いけた。ゼルダの匂いがするパラショール、うん、だいぶ匂い取れてると思うけど、ね、いや、取れてない、取れない、こびりついたこびりついた、ね、洗っても落ちないからこれ今ちょっといい、ダメだ、この作業正解しようか、これが俺ちょっと今いけないことを考えてしまった。ダメだよ、ね、じゃあれ、そんなすぐに落ちなかった。ウォータースライダーみたいになるんだから全然。いや、ほら、だってマグマって粘性じゃん。あー、なるほどね。あー、そうかそうか。じゃあ、そこに行くよ。はい、ういそういうことか。あー、わかった。うぎょよ、無理。あ、こっち側に行けばいい。よし、オッケー。あ、こっち来るんじゃない。あ、やばい、お、俺、はい、どこ、あ、あ、いや、なんとかなるもんだよ。冒険ってのはこういうものだよ。パチンコ、パチンコ。降りて、降りて、そこ、あ、そういうこと。オッケーオッケーオッケー。おお、よし、行こう。さすがだぜ。これで爆弾か。うん、爆弾マスターに。うぅ、よっしゃー。あーと、3つだ。エギルで決めた。ははは、無意識にあいつ殺そうとしたでしょ。あ、まあまあ、まあ、一応忘れました。行こうで、あー、出たよ、このサルボのサルボのとこ。あ、え、なんでこんな雑な扱い受けてんの。はい、パイ今助けるよ。じらす、じらす、じらします。おいえ、
あ、うんうん、あ、ここまでの鬱憤を晴らすべく手に入れてる。ありがとうございます。もう一度頼みようが。おい、数の運搬のトラブルとはいえ、ひとときでもマスターのそばを離れたファイをお許しください。ファイ自分で動けたでしょ。お仕置きしてください。いや、それを求めるんじゃねえ。ここにいる間、右の奥の空間より強い力を感知しました。勇者の歌の一斉投資より有利である可能性 60%。残る装備を全て取り返し、竜の探索を続けてください。オッケー。で、平行でこう。はい。あれ。うい。で、下降りる、うん、あ、そっか、剣手に入れた。呼ばれる前に倒した。早っ。あー、ポキンポチ。はい、イカリア君全部。イカリア君なぜ勝ってるよ。あ、こっから行け。今絶対狙いをつけさせて。ドッジボール。はい。うえ。じゃあこっちや。よし。じゃあ山田君動かすか。はい。ただいま。全部これなんかビートルやの久々だと思う。ああ、そっか。ほぼ俺だったね。ビートル大好きだからさ。これでちょっとまたさ、途中で突っかえたらどうしよう。あ、じゃあ多分この柱の裏とかにある。ただの故障でした。あ、来た。あ、もう来たんじゃねえ。もう何も押し付けてくんなよ、ここまでやったんだから。さっきよりあれや、あれ、あ、さっきあれか、封印されたやつとか。あー、そっかそっか、そうだそうだ、そうだそうだ、忘れておったよ。あ、すると、おったよ。似てるな。ああ、人の身でありながら、この灼熱地上までたどり着くとはな。おお。わしゃ勇者やで。ヒゲも燃えてんじゃん。その手に宿した聖なる紋章は伊達ではないな。こいつ、あれ似てる、あの、白赤の。遠い昔に、女神様に戦った、この調べ、お前に伝えるためのものだったということが。うん。よかろう、人の子。お前に私が知る勇者の歌、その一節を授けよう。おう。おう。顔似てるね。これさ、リンクがさ、こう目閉じて聞いてんじゃん。聞いてる時にさ、あの顔見ないようにしてんじゃないの。笑っちゃうから。勇者の音の施設を手に入れた。うえー、やったぜ。お、早い早い、いいねいいね。火山の噴火は我が力の爆発、お前巻き込んでしまったようだが許せよ。およ、間もなくこの地の空も晴れるであろう。さあ行くがよい。およ。さあ外に出るのは怒り役であってくれ。ああ、元に戻った。いやごめん、測る手よ、測る手のよ。ちょっと話しかけて、いやいや、話しかけて、間に合うから。隠れろ。よし。あ、来た。ここはラネール渓谷、うん、古くは女神の使いである竜が住む、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらだったね。ラネール渓谷、そこがここや。ダークエルフから。ここも良質の軸石が採掘源も、古代の文明では錬石場として開発していた。そのために採掘用のトロックやレール、鉱石を切り出した後まで深瀬に行くんだ地形となっています。うん、ってことや、っていうことや。これでマップ全域解放や。おい、砂漠だけ異様に広いんだよな。砂漠だからね。砂漠だからか。突撃。じゃあそしたら人流に壊れ、下にいて。オッケー。ドアではない、小さな鍵で開かないからね。え、そっちに行くん。違う、イワンみたいなやつがいますね。それは関係ねえ。もうちょっと際まで行け。見えましたよ、見えましたよ隊長。なんか隊長久しぶりっすね。行くぞ。おで、あ、はい、
英語動画負けているよ。ケンコバ。さあここからが大変なんだよ。大丈夫、兄ちゃんはいろいろ知ってるから。この30分くらいで終わればいいんだから。ええ、もうパパって言っちゃおうぜ。兄ちゃんだね。兄ちゃんだね。何も強化ないし、はい、これでも完成されてる。言ったらまずいよ。あ、セミ。セミシグレ。あ、でね、あいつに話してる余裕ないんだ。あ、もう先にこれがいっちゃうんだ。じゃあこれを追いかけてずっと行くっていうやつ。オーケー。あのやつに話してるって暇ないんだよ、ね、なんかなんか思ってるな。え、あ、話せばいい。話さないといけない。話さないで。僕は大きな時空石がいっぱいだから。 お前も雷龍様に許可をもらってきたとか。そういうことだ。ちょうどこの時空石を雷龍様のところ運ぶところだけど、まあ、俺たちも運ぼうと思ってたんだぜ。あ、先に行っちゃうから。じゃあね、ここの先は魔物がいっぱいいるだ。気をつけて行ってケロロ。バイバイ。あ、いいや。あ、もう逃げ回ってもいいじゃん。最悪、あ、最悪さ、逃げろ。なんか、うぇ、余計なことしないの。余計もういいの。はい。で、すぐに逃げる。やばい。わお。俺の出番だ。バイバイ。あ、今これさ、ちょっと待って。気づく前にさ。あ、早い。いいね。仕事が早いぜ。あ、母ちゃんいいんだよ。はい。おじいちゃん。あ。もうちょっとない。はい、急いで降りて。はい。はいはいはい。でこれだ。はいはい。で右。はいはい。で、はい、あ、これじゃないけど。いやはいはい。タイミング合わせ。で、あ、これが下手だ。燃えようとどうかしていた。あ、これは降りないよ。じゃあ下に取って、あ、はい、はい、いいよ、いい、はい、あ、俺も振っちゃった。はい、よ、これ終わりかな。あ、ったー、今にやった。 OK、 はい、で、これをやって、あ、まだ向こうにもあるの。黒字余裕だったな。楽勝でございます、ね、いいっすね。 OK、 白い、OK、 なんか日の出みたいだよね。このなんか染まってる感じがさ。うまいよな。うん、いい。あ、そう。オリビン。いい。はい。お。いくよ。あ、いいよ。あ、そうだ。たどり着いた。じゃあこれを着く瞬間見るとしよう。あ、来た。てーんてーんてーんてってーん、てん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 、いや、なんかこんな感じかな。てんてーんじゃない、はい、てんてんかな。おお、出た、懐かしい。なんか竜の中で一番兄ちゃんが合ってたよね。だってシステム的にさ、システムの通り、ね、ゲホーゲホー、どうしたどうした、おお、
これは珍しいお客さんだよ。おいよ、おめえさん人間だろ。だよ、どこまで寄ってきて、なんか用かい。歌が聴きて。空からやってきた高野優香さんだけど、なんか物足りねえな。いや、物足りねえ。うちの連中の名前みたいに、うん、RS 高野優香16号あ、それいいじゃん、RS いや、いいよ、いや、それで行きたい RS 高野優香16号で、俺っち何かご用かい。おお笑い芸人、俺っちに歌を教えてほしいってか。タイムマシン。そうか、さっき空から来たって言ってたが、高野優香さん、うん、女神様に選ばれて勇者だったね。そうやで。なるほどな、なるほどな。けどすまねえ、残念だが今ちょっと無理だ。なんでだよ。こうやって軽口叩いちゃいるが、俺っちは見ての通りよ、ゲホ。なんで重い山にかかっちまって、とても歌ってやれる状態じゃないけど。あ、それでああなっちゃったんだ。女神様授かった大事なお役目、面目ねえ、ゲホ。おい、直してあげないと。頑張る。じゃあ行こう。時空席。へい、はい。あ、で、女神キューブ。女神キューブの。オズミック。いや、どうするかわかんないけど、とりあえずこれ持ってこうぜ。無理だよ。無理だ。命の木の苗を手に入れた。どんな病もなると言われる身をつける伝説の木の苗。もう何するかわかんないけど、とりあえずここ植えてみようぜ。苗なの。あ、じゃあ行こう。何もやんないでもいけんの。インパ何やってんだこいつって思うでしょ。まったく不思議な男だ。挨拶なし。素通りだから。よし。さあ。お。で、あれこれさ。ただバドにとっては最初から入ってた。あ、最初から入ってたのか。あ。あ。話しかけ。命の極み手に入れた。命の極み HP が上がるレアアイテム。どんな病も治ると言われる伝説の極み。大事なところに持ってこう。着きました。着きましてよ。過去の。ほら、身でも食っとけ。何竜でも病気ってなんだね。おお、高野優香さん、どうかしのかい。うえ、持ってきたよ。どこにある？おい、どこにしまってたんだ。今の笑顔見る。おう、それだそれ。俺っちのために取ってきてくれたのかい。うえ。いや、手渡しでいい。おっと、べちゃ。でん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 。いやっほー。おー、やばい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 。あの、R18 の。大丈夫？おお、間に合ったぜ。薬効が全身に染みてくる。体に気力をみなぎっていくぜ。多分和田アキ子がライブやる前に飲んでるユンケルと同じ効力だ。万年の命を得た竜でも病やかなわねえ。たとのひゅうがさんのおかげで生き長らえた礼を言うぜ。おおよ。それじゃあおめえさんの知りたがってる勇者の歌の一節歌ってやるぜ。ありがとう。夢がえって俺っちの美声、耳かっぽじってよく聞きやがれ。おえ。手震えちゃって。雷神様って感じ。雷神。さあ、聞きに行こう。よっしゃ。勇者の歌の一節を手に入れた。すべてが揃ったぜ。これが一番に凝縮されるんだから虚しいぜ。いや、虚しいよ。準備をしておくから、しばらくしたらまたここへ遊びに来てくれ。おいよ。きっと喜んでもらえると思うぜ。おう、ありがとうよ。おめでとうございます、マスター。勇者の歌3節すべてが揃いました。やった。歌を完成させるため、大精霊ナルシャ様のおられるロストラへ戻ることです。ちょ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 三流に会い、歌を覚えてきよったか。おお、本当にボスは大将やの。いや、だろ。
だろう。じゃあわしも約束を果たそうかな、うん、最後の一節、わしが奏でて死んぜよ。おう、そのバカなのリュウ。リンク、大丈夫、眉毛ヒクヒクしてない、大丈夫。勇者の歌の最初だと手に入れ。おい。何このフェイント。え。勇が全員来た。負けねえな。勇。あ、はい、あ、あった。あ、この曲ね。お、あ、あれ、ようやくゼルダの伝説始まったの。勇者の歌が完成した。歌が完成した。さあ、もう説明選んじゃろ。その他、試練への入り口を開く歌。この大空のどこかにある試練を乗り越えた時、トライフォースへとつなぐ道が開けるのじゃ。お、今兄ちゃん言いたかったけど我慢してじゃん。マスターに報告。お、この空に浮かんだ島々のどこかに勇者の歌によって開かれる試練の口があることが判明。お、直ちにダウジングを行い場所を特定してください。わかったよ、行くぞ兄ちゃん。じゃあ道を開き、行くぜ。4回かな、4、5回かな。早いね。まあどっかで頑張ればいいのね。ほらなんだったら今あの これ頑張ってみる。黙れ、うん、え、黙れ。聞け。はい、剣をレリーフの中央に捧げ、最後の試練の世界へとお進みください。いやー。